海上自衛隊の最新鋭潜水艦と最新鋭対潜哨戒ヘリは、世界でトップレベルとの情報をキャッチしました。今回は、この最新鋭潜水艦と対潜哨戒ヘリについて詳しく見ていきますね。対照的な2つの兵器ですが、まだまだ日本の技術は世界で通用しますね。海上自衛隊にとって、2022年は創設70周年という節目の年にあたるだけでなく、これまでにない新たな護衛艦が次々に就役した、まさにメモリアルイヤーとも言うべく、記念の年となった。まず挙げられるのは、これまでになかった FFM という新しい艦種の熊の型護衛艦で22隻が計画され、一番艦の熊の2022年3月に就役して以来、同型艦が続々と進水、就役しており、小型の軍艦を意味するフリゲート、フリゲートの艦種記号である FF に、機雷戦、マイン、および多用途、マルチパーパスの意味を持つ M が付け加えられている。熊の型のコンパクトな船体は、敵のレーダー波を反射しにくい形状が採用されて、ステルス性が向上しているほか、人員不足に悩みを解消するための精進化が追求され、200人前後の乗組員が必要だった従来型の半分以下の人員で運用ができるようになっている。また、日本の国土や海上輸送のシーレーン防衛に必要不可欠な潜水艦と対潜哨戒ヘリコプターも、それぞれ最新型が2022年から2023年にかけて登場している。海上自衛隊が現有している対潜哨戒ヘリコプターは、シコルスキーエアクラフトの SH-60B の機体を三菱重工業がライセンス生産し、技術研究本部が開発したシステムを搭載したものであった SH-60J を三菱重工業が性能向上のために改修した SH-60Kiloで、2022年3月末時点で75機を保有している。しかし、近年、ロシア海軍や中国人民解放軍海軍の潜水艦の静粛化と高性能化が著しく進み、特に中国海軍原子力潜水艦の行動海域が大きくの拡大していることを受けて、海上自衛隊の哨戒ヘリコプターにも、さらなる追戦線能力の向上が求められるようになったほか、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣の経験などから、現地の運用部隊からは、機体性能や多任務対応能力の改善による向上が必要との意見が具申されていた。これらのことを踏まえて、2015年度、平成27年度より、これまでも対潜哨戒ヘリコプターの改修や製造に関わってきた三菱重工業を主契約者として、回転翼哨戒機能力向上型 SH-60Lの開発が開始された。その試作機である XSH-60Lは2021年5月12日に初飛行に成功して、防衛装備庁に2機が納入済みで、31中規模、2019年4月から2014年3月において、SH-60Kiloの調達に加えて、SH-60Lの調達も盛り込まれていて、同期間中に、2023年度から6機の調達が予定されている。SH-60Lの機体サイズは、幅 16.4 メートル、全長 19.8 メートル、寸法は、いずれも、ローター回転時、全高 5.4 メートルと SH-60Kiloと同じであるが、SH-60Lの飛行性能においては、特に高温環境下での性能向上が重視された。これは、ソマリア沖やアデン湾などのような高温環境下では、空気密度が小さくなり、エンジン出力、トルクが低下することが、その理由で、艦載ヘリコプターが、海上で揺れる艦艇へ発着艦する際の荒に、
ホバリング時の操縦においては、乱気流や艦艇の動揺に対応しつつ、静ひそか、機敏、繊細な操作が必要とされ、その際には、努力や操舵の余裕が必要であり、余裕がないと操作困難につながることから、改善が要望されていたのだった。これらについて改善された SH60 リッターでは副次的効果として、SH60 キロと比べて、機体の振動が抑制され、最大速度の向上につながったとされている。さらに、操縦員の負担軽減のための自動操縦装置の改良やソナーなど各種センサー類の性能向上のほか、ミッションシステムの改善点としてマルチスタティック戦術への対応が実施され、これは磁気の吊るし下磁気ソナーだけでなく、捕獲機や艦艇のソナーなどから発信された音波も統合的に処理することができるシステムで、一段高いレベルでの連携を可能とするものであり、探知、類別能力の向上や捜索エリアの拡大などの効果が期待されている。また、静粛性などにおいて、世界有数の性能を誇る海上自衛隊の潜水艦においても、2022年からは、これまでの双竜型から、さらに性能が向上した太平洋型に主役が交代しつつある。太平洋型一番艦太平洋大クジラは2022年3月9日に就役して、横須賀基地所属の第2潜水隊群第4潜水隊に、また2番艦はクゲイ白ゲイが2023年3月20日に就役して、呉基地所属の第1潜水隊群第1潜水隊に配属されており、2023年5月時点では2022年10月12日に進水した3番艦、ジンゲイが、三菱重工業神戸造船所で偽装工事中のほか、4番艦と6番艦が川崎重工業神戸工場で、5番艦が、三菱重工業神戸造船所で、建造が進められている。太平洋型の要目は、基準排水量3000トン、全長84メートル、全幅9.1メートル、喫水 10.4 メートルと、前級の双竜型と比べて、艦体の大きさはほぼ同じながら、排水量が50から100トンほど大きくなっており、静粛性を向上させるために浮き課題方式が採用されている。これは、艦内の甲板を外角から浮かせることで、乗組員の足音でさえも、ごく低雑音とするばかりか、対衝撃性も向上させる構造であるほか、そして、外角には、双竜型で培われた、音波吸収材や反射材などの装備方法をさらに発展させた上で最適化させて、逆探知の防止能力なども、大きく向上している。また、艦内の居住性も、大きく改善されていて、女性乗組員を想定した、専用居住エリアが設けられ、専用シャワー室や寝室が完備されている。ディーゼルエレクトリック方式である太平洋型の海中における動力源は、双竜型の11番艦、王竜、12番艦、東竜と同じく、リチウムイオン蓄電池が採用され搭載されているが、このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がなく、2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度を持っているほか、1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数があり、さらには、満充電までの時間が短い上に、放電による電気容量の低下が少ないために、効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として、多くの優れた特性を持っている。太平洋型において、水中速度20ノットを発揮するリチウムイオン蓄電池は、日本国内の SG 湯浅が開発したもので、3番艦までは、川崎重工業製の 12V2525SB 型ディーゼルエンジン2機により、水上航行時に充電される。また、
水中を潜航しながら、リチウムイオン蓄電池に充電可能な高性能シュノーケルマスト、給排気装置が、その飛散地防止対策も含めて、開発が進められ、この新型ディーゼル機関開発は、防衛省技術研究本部、現、防衛装備庁の事業に、川崎重工業が参画して行われたが、本型の建造開始には間に合わなかったために、3番艦までは、そう、流型と同じ、川崎重工業製の 12V2525SB 型ディーゼルエンジンが搭載され、シュノーケルマストが装着される新型機関 12V2531 型ディーゼルエンジンは、4番艦から搭載されることになった。また、艦体の外観上の特徴として、双流型と同じ X 軸舵が採用されており、この X 軸舵は、潜水艦の舵として、多くの利点があることで知られていて、これまでの潜水艦の舵は、艦を回答させる垂直舵と水中で、艦体の姿勢を制御する水平舵が、十字型となる、十字舵が一般的で、上下2枚と左右2枚が、それぞれ連動していたものを、X 軸舵では、4枚の舵が独立して動き、それぞれが、回答と姿勢制御の役割を担当する。十字型舵では、垂直舵か水平舵が損傷すると、連動している2枚が動かなくなって担当する役割が失われるが、4枚が独立している X 軸舵では、1枚が損傷しても、残りの3枚でカバーできる利点もあるほか、敵艦を待ち伏せする際に、海底に帰底することで、下舵が損傷することや、港に接岸する際の左右舵を損傷する心配がなく、艦体の幅からはみ出さずに、舵の面積を大きくできるため、機動性が 30% 上昇するとされている。これほどの利点がありながら、これまで採用が見送られてきた理由は、操作が難しいことだったのであるが、近年の電子制御技術の発展によって、双流型から搭載が可能となり、体外型に引き継がれることになったのだった。